株式会社スーパーホテルはビジネスホテルチェーンを運営している日本の会社。本社所在地は大阪府大阪市西区。2020年7月現在、北海道の北見市、釧路市から沖縄県の石垣市まで153店舗。海外ではミャンマーのティラワとベトナムのハノイの2店舗がある。徹底された費用削減により、 前払いで一泊朝食付き5000円前後からの定料金を設定している。立地条件や季節により一泊4480円を設定しているホテルもある。定料金実現のため徹底的なコストダウンを図っており、フロントは直営社員、夫婦などで経営している場合がほとんどで、のれん分け制度を導入しているが、7時10時と15時24時の 運営時間以外は対応していない。また、秋田県、群馬県、石川県、和歌山県、佐賀県、長崎県は未出展であるが、このうち石川県については2020年9月に、金沢市に第1号店を出展することが決定した。独立開業を志す方のために、スーパードリームプロジェクトプログラムとして、約50日間の研修と4年間の店舗運営の 組み合わせを実施していて、ミャンマーに日本語学校兼養成学校であるスーパーホテルホスピタリティアカデミーミャンマーを開設した。各ホテルごとに割引料金を設定しているが一部の店舗は合宿免許専用教習所との提携で合宿免許プランを提供している。以下の各テレビ番組にて同社の特集が取り上げられた。以下のウェブメディアにて 同社の取材記事が掲載されている。ありがとうございます。